それでは北欧の記事のご紹介いたします。こちらはフィンランドに見つけた記事になります。はい、はい、いいですね。オレンジ色でしょうかね。実が黄斑が赤にクリーンと、はい、クリスティーナ・エストラの1997年の作品でマルヤ・クーシという作品ですね、はい、とマリメッコになりますかね。そうですね、はい、はい、経年感がほとんどなくてコンディションいいですね。いいです ね, ね、はい、お部屋に飾ったりとか、テーブルクロス、いいですね。いいですね。素敵です。素敵です、はい、こちらはフィンランドで見つけたテーブルクロスになります、はい、サノビッカベビル、はい、メーカーでしょうか ね, ね、これはもうクリスマスにぴったりですね。クロスですね、はい、この時期になるとフィンランドの家庭でね、家庭でね、こういうものが一つクリスマスのね雰囲気を、こうムードを高めるためにも使われていたんでしょう ね, うね、はい、こちらはマリメッコの記事になります。はい、これはもう廃盤なんですよね。そうなんです。未使用でございます。はい、もう多分そうそう入荷することもないんじゃないかな。この大きさですから ね, ねもう部屋に飾ってインテリアのように飾って、はい、これ1枚しかないんです本当 ね, ね, ね残念、うん、はい、結構な生地幅ですよね。そうですね、はい、本当クリスマスが楽しみになりますね。そうです。ベルがあったり色とオーナメントがね。そう、はい、こちらはフィンランドのタンペラ社の記事になります、はいはい、ストヤーナですね、はい、これはもうテーブルクロスです ね, ね、クリスマスクロスね、はい、ぴったりですね、はい、もうどうですか。あ、緑に赤、はい、入ってますね。気持ちが盛り上がりますね。盛り上がります、ね、はい、こちらはフィンランドに見つけた記事になります。メーカー不明なんですけれども、ヒイラギでしょうか ね, ね、赤い実、はい、もう可愛いです。これもね、はい、もうクリスマスに、ね、でもこれお正月にもいいですよね。お正月いいですね緑と赤が揃えばいいですね、はい、こうベースはオフホワイトなんで、はい、ホワイトクリスマスみたいな感じ、はい、いいですね。でちょっとこう未使用のようなんですよね。そうですね、はい、はい、どうですか、ね、わー素敵。この上でどんなクリスマスケーキを食べるんでしょうか、ね、突然青が出てきました、はいはい、テーブルクロスですね。そうですね、耳がここなんでこの幅の生地、はい、こう折ったものなんですけども、はい、下は完全にこうほどいて横糸をほどいてフリンジになって目止めに板がこう縫ってあるんですけれども、はい、こちらはまだ途中なんですね。ね。ですからご自分でお時間があるということで横糸をツーッとツーッとです。最後に目止めでこう縫っていただければ完成するという年末年始のね。はい。こう時間テレビ見ながら。そう、テレビ見ながらどうですか、お答え入ってくる横でツーッと楽しみに ね, いいね、ご用意させてきました。はい。はい、ちょっとね、鮮やかにこういったものも正月、クリスマスの時もいいかなと思って、ちょっといいですよね、いいですね、はい、ね、はい、こちらマリメッコの記事になります、はい、もう見てご存知のように、はい、はい、どうぞ。オイバート一家のアフリカンクリゲーター、クリゲーターですね、はい、もう未使用でございます、はい、クリゲー未使用でございます、はい、こういう寂しい季節だからこそなんかお部屋のこうインテリアでねこういうものにして、うん、なんかこう明るく過ごすっていうのもまたいいですよ ね, ね、うん、なんて言ったら仲間がいますけど ね, ね、かわいいですね。うちにも仲間がいっぱいいます ね, ねおわ、
しいです。こういうお友達をね過ごすクリスマス、そう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 、楽しそうですね。みんな友達ですからね、家呼んでね。はい、はい、こちらはマリメッコの記事になります。はい、これ多分このハーバル法制作テーブルセンターとして使ってたんでしょうかね。はい、白地にところどころに白いドットが入って、はい、お花が描かれてシルバーとゴールドでね、うん、なんかこうクリスマスにお楽しみいただけるんじゃないかなと、ね、うん、ご用意いたしました、はい、ホワイトクリスマスでしょうか。いいですね、まあ、気軽にちょっと、 ちょっとケーキいただくときに出したいです ね素敵ですね、素敵ですね、おしゃれです。こちらマリメッコの記事でビークナーですね、はいはい、真っ赤なビークナー初めてです。そうですね、はい、ここにタグがありますんでマリメッコの、ね、既製品みたいなんですよ、はい、でこっちが幅広なんで縦方向になんかこう使うものでしょうか、うん、じゃあちょっとキッチンの目隠しとか棚の目隠しにいいんでしょうか ね、うんうん、ね、はい、あとテーブルの センターなんかもこういうご利用の仕方気軽にパッと出してちょっとティータイムを楽しむとか、いいですね、いいですね、はい、なんせこの色味がなんかホッとしますね、この温かみ感じます ね、うん、かもね、感じます、はい、以上でしょうかね、はい、はい、なんかクリスマスに向けてもうカウントダウンが始まった感じですね、うん、そうですね、はい、ちょっとワクワクです。もうクリスマスケーキ考えてますか。そうですね、もうそっち行っちゃってますね、頭の半分はもう、はい、半分以上です。半分以上。今年どういうケーキ頼んだんですか。お楽しみ。いつものの違います。あ、違う。はい。だから言ってるじゃないですか。一人様よ。今年は別々。食べたかったら自分のお小遣いで買いなさいって。だんだんせちがらい世の中になってきましたよね。本当ね。大丈夫、ちゃんと用意してあります。おでんもなんか一人鍋でね分けるって、分ける大きい鍋で食べるんじゃなくてそれぞれ喧嘩しないように分けて、うん、そう食べたい勝手に飲んでくれてでも本当こういろんなね各所でクリスマスマーケットが行われたりですね、はいはい、本当こうクリスマスだなって感じですね。また横浜のあそこの赤いなんとかでは始まったんでしょ。この間ニュースでやってました。やってましたか。はい。去年行きましたよね。行きましたね。あれで風邪は引かなかったんですけど、体調崩しましたね。そうです。そういうのなんていうか知ってます？何ですか。今の冗談ですけどね。私は全然平気でしたんですけどね。でもあの時も美味しいもの食べて帰ってきたから良かったじゃないですか。そう。で帰ってきて夜にダウンしたんですね。年ですかね。年ですね。その辺ちゃんとね考えて行動しましょう。はい。ということでね、そろそろ本当こういろんなところでねクリスマス雰囲気ムードになってきました。はい、私たちもねどんどんどんクリスマスムードにしていきたいと思います。そうですね。はい。あと何かありますか。そうですね。やっぱこの時期はどうしても頑張っちゃうじゃないですか。どれがですか、うん、あ、私ね一般的にこう一般プラス私ね年内に片付けようってこれもやっちゃおうってこう後でやればいいのにこうどうしても頑張っちゃうじゃないですか、はい、その疲れがやっぱ暮れにドンと来ちゃいますから、はい、で暮れから正月にかけてねこう寝込むことないようにどっかないかさ何十年か前かやりましたね全然頑張ってない仕事納めして帰ってくると全然ダウンするんですよね。ほっとするんですね、それだけ。あの時はね、本当働き盛りでしたからね、本当頑張ってたんですね。そうですね、まあ、そういうことにしておきましょう。なんかね、あの今年はね、インフルエンザが流行しそうですので、はい、そうですね、うん、皆さん体調を気をつけて、はい、急に、ね、気温も下がってますので、ね、風邪ひかないようにしてください。はい、じゃあ、閉めますか、はい、いいんですか、こんなに間で、ね、こうカットする。そう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 、はい、はい、成功ね。お願いしますよ、ここに人になかったりしてね。そうですね、池に落っこっちゃう人いるんですよね。はい、以上でございます、はい。今週も楽しんで見ていただきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。